並べるみたいな、こういう状態ですね。でどこでハンドルを左に切るんかというと、ちょっともうちょっとバックしてもらっていいですかね。ハンドル持っていて、ストップっていう、これぐらいですね、うん、っていうのがクラウン長いからミラーはちょっとだけこうやってずらしといた方が後ろがまあまあええ感じになるっていうことでね、ミラーを揃えちゃうとクラウンでかいからこういう状態なんですよ、うちの車で。ここでハンドル切ったらクラウンめっちゃ近寄りすぎるから、クラウンからミラー外すみたいな。でここでハンドルを左にこうやって動きながらね、なるべく動きながらで、左のミラー、右も大丈夫ですね、その膨らみはね、はい、うん、そうで左のミラー見てて、重なりました、うん、ほんであそこでハンドルまっすぐ戻して、ね、うん、でずっとバックして、で、角っていうのがボンネットのそこなんでね、まだもうちょっとですね、うん、そうそうそう、はい、で、そう、最後に動きながらね、動きながら、これを全部動きながらしちゃいます。だからこれでクラウンの横に、横っていうか、まあ、まあまあ後ろには来たっていうことですよね、うん、はい、であとは、うん、そうそうそう、うん、あと巻いたり後ろに行ったりとかして、でここからはあの基本の動きにのやつをちゃんとできてたら左に寄せたり右に寄せたりできるんで、右に切る、左に切る、でもうちょっと前に行って、まっすぐ戻すところまでね、まっすぐ、あれこれっていうのはまっすぐ、ちょっと動いてみて、どっちに行ってます、ほんなら右に1回転切れてることです、そこはまっすぐ行く、そうそうそう、はいはい、